さっきの地震のせいでめちゃくちゃ。ここを登れば進めそうね。扉が開けるってことね。相変わらずギャーギャーうるさいガキだこと。ダヤ、体よりも管を破壊して。お腹につながっている管が地中の養分を得ているらしい。管がなくなればあのガキは養分を得られずに死ぬだけだから。レイヤー、個人的な恨みでもある？いやいや、とにかく私ガキとか超苦手なの。あや、ガツンとお見舞いしてやって。切り刻む。
こんなものね。これで先に会える。お母さん。母を亡くしてかわいそうなサキちゃん、泣いてるのね。両親がいがみ合い、父が母を手にかける家族、なんて過酷な運命なのかしら。でも大丈夫よ、私と一緒に来て。サキちゃんを一人にしない。サキちゃんはどうしてお父さんがお母さんを殺したと思う？そんなの知らない。お父さんにはね、お母さんとサキちゃん以外に大切な人がいるの。それはあなたのお母さんより前にお父さんが愛した女の娘、あなたのお姉ちゃんよ。私にお姉ちゃんが？そうよ、お姉ちゃんの方が大事になったから、お母さんとサキちゃんがいらなくなったのよ。ひどいお父さんよね、ひどいお姉ちゃんよね。許せないわよね、悔しいわよね。うん。お母さんを取り戻したいよね。うん。じゃあ、いいことを教えてあげる。大好きなお母さんを生き返らせる方法があるの。それはね。